これですね、普通のテーブルによく、Amazon とかで木目調カッティングシートとか、あとは壁紙とかって調べると出てくるやつです。これね、すごいいろんなところで使えるんで、昨日はスピーカー周りとかね、これでちょっと木目調にしてみたりとかしてたんですけど、ただちょっとね、僕の思ってたよりも白かったかなと思ったんで、もうちょっと茶色いやつもね、あと後日届きます。こちらのね、インスタントコーヒーをね、ちょっと入れたんですけど、これ僕普段あれじゃないですか、コーヒー自分で挽いて入れるんですけど、夜中とか、あとはすぐに飲みたいっていうか、もうちょっと時間がない時とかにインスタントで、インスタントで済ませることがあるんですよ。で、いろんなインスタントコーヒーを飲んできて、何でしょうかね、インスタントコーヒーって独特の香りがするの分かります？納豆臭いみたいな感じ の発酵したみたいな匂いがするんですよ。でそれがどうも苦手 で、あと後味もちょっと気が抜けたというか、なんかあんまり美味しくない感じなんですね。最初の方はいいんですよ、あったかいうちは。ただ冷めてくるとやっぱり美味しくなくなってくるんですよ。ウェルシアっていう薬局あるじゃないですか。あの薬局でこれが棚に置いてあったんですよ。いろいろインスタントコーヒーがあって、あ、そういえばそろそろインスタントコーヒーなくなるなと思って、でちょっと買っておこうと思っていろいろ見てたんですよ。まあよく見るインスタントコーヒーがキーコーヒーさんとかいろいろあったんですけど、なんかこれだけ他と値段変わんないのに、これネスカフェから出てるんですけど、ネスカフェのあのバリスタ用の金色のやつあるじゃないですか。あれって、まあまあな大きさがあって、ちょっと高いかなってぐらい。まあ、あれも美味しいんですけど、ただ、あの大きいやつと値段ほとんど変わんないんですよ。ぶっちゃけ高いんですけど、なんかこの見た目のシンプルさと、あと、まあ値段がちょっと高かったんで、これもしかしたら美味しいんじゃないかなと思って買ってみたら、まあ正解でしたね。もうまず、これ開けた時に、これね、開けて香りを嗅ぐんですよ。香りを嗅いだ時にすでに違うんですよ。インスタントコーヒーの匂いじゃない、インスタントコーヒー独特 の納豆臭い感じがしなくて、本当にコーヒー、もう焙煎したてのコーヒーの香りがしたんですね。でもこれは期待できるなと思って入れて飲んだら、やっぱり飲んだ味も全然違います。インスタントコーヒーって飲んだらさらに納豆臭さみたいなのが増すんですよ。香りが、鼻から抜ける香りが増すんですよ。まあ飲まないよりマシだなと思って、まあ、飲んでたんですけど、もう今日からインスタントコーヒーは多分これですね。これなんか3つぐらい種類が出てて、これコーミ焙煎っていう、ネスカフェのコーミ焙煎っていうやつなんですけど、これね、容量がね 40g しかないです。はい、しかない。これ結構あっさりした味なんですよ。すごいまろやかなんですよ。口当たりが優しくてまろやかで、パンチは全然ないです。なんでもっと
濃い焙煎のパンチの効いたコーヒーが飲みたいっていう人は、あの濃いめのやつも売ってるんで、そっち試してみてはいかがですかね。これすごいおすすめです。僕の一押しのインスタントコーヒーです。普段はあの時間ある時とかは普通に豆から、豆をね引いて自分で入れるんですけど、で最近はあの焙煎したりとかもね自分であの木豆買ってきて焙煎して入れるんですけど、今はちょっと木豆がなくて焙煎したコーヒーもなくなったんで、とりあえず焙煎してあるやつを買って飲んでます。あの動画編集とかするときにコーヒー飲んでやってるんですね。で夜中とかに、ま、飲むんですよ。で僕基本的にジュースが飲めないんですね。甘いのが苦手で、コーラとかあの炭酸の入った飲料水も飲めないですし、ジュースも飲めないです。なんで普段飲んでるのはコーヒーかお茶ですね。基本的にはブラックコーヒーを飲んだことない人多分いると思うんですけど、あの苦いっていう理由で、やっぱりあのなんだろう、缶コーヒーとかっていうのはあれはあのぶっちゃけその美味しくはないですよね。よく買って飲んでる人っていうのは、まあ、とりあえず安いし、まあ、今すぐ飲めるコーヒーとして多分飲んでるんですね。でさらに手軽になったのがあのよくコンビニにあるあの入れたてコーヒーとかね、マシンでコーヒーを入れて飲むやつ、あれが今かなりどこでも普及してるんで、どこでも飲めるんですよ。でしかも言っちゃうと、あの下手したら人が入れるコーヒーよりも機械が入れるコーヒーの方が美味しかった。でまあやってマシンを使って入れるコーヒーの機械がねどんどん増えてきてますよね今。でもやっぱりそういうコーヒーでさえもちょっと苦味を感じるとかね、苦味を感じるっていうか、まあ多分普通の世間一般的な考えから言うとブラックコーヒーは苦いっていうイメージが強いんですよ。ただブラックコーヒーって、まあ、いわばストレート、何にも砂糖も何にも入れない状態、コーヒーを入れたこの状態で飲むっていうことなんですよ。でコーヒーの豆にも種類があって、で焙煎そのいるんですよ、豆をいって、でその時間によって深入りにするか浅入りにするかによるんですけど、浅入りだったら、浅入りであれば浅入りであるほど酸味とかっていうのが増すんですよ。その柑橘系みたいなね香りがするんですね。酸味の強いコーヒーっていうのはあんまり好きじゃないんで、まあ普段焙煎するのがシティかフルシティで、もう本当にフレンチ寄りのもう濃い焙煎にする時もあるんですよ。で濃ければ濃いほど苦味っていうのが増すんです。であとはその入れる時のね、まあいろいろ細かいこと言うと、入れる時の温度にもよってやっぱり味っていうのは左右されるんですよ。ただやっぱり豆の種類とか、その豆の種類によってこの焙煎でこの温度で入れるとこういう味になるっていうのがあって、あの豆の種類によってはフルーティーさが生まれるものもあるんですね。ちょっと甘みのあるとか、そのよく桜チェリーのようなとかっていう表現をするんですけど、ストレートで飲んでも甘さを感じるブラックコーヒーとかね、そういうのがあるんですよ。豆がどこだったかな、コーヒーバカの店かな、あのアマゾンである、あそこの豆を買って飲んだ時にすごい甘みを感じたんですよ。でこれ何多分ブレンドなんでちょっと分かんないんですけど、これ何入れてるのかなと思ったんですけど、ずっとただここの豆美味しいなと思って、まあ全体的にそんなに深入りではない、あのまあシティぐらいですかね、多分大体焙煎度ぐらいはの豆を使ってブレンドしてるコーヒーがあって、でそれを飲んですごい美味しくて、で今まで全くストレートで飲んだことない友達にそれを飲ましたんですよ、僕が入れて。そしたら全然ストレート、まあ、ブラックコーヒーでも飲めるって言ってくれましたね。缶コーヒーのブラックコーヒーは何だろう、その若干種類によってやっぱり納豆臭さっていう、その発酵したみたいな匂いがするのと、あと苦味が強いのと、あと多分あれ缶に入れてるせいなのか、ちょっと鉄っぽい香りもするんですよ。
家では基本的に自分で入れる。で、時間ないときはインスタントにしちゃったんですけど、まあもう今日からインスタントの、まあ、これですね、もう殿堂入りです。もう全然開けた時の香りが違かったんで、まあ、見た目ももうなんか周りからね離れて、一つだけすごいシンプルで、なんかこのまま普通に棚の上とか置いてたらね、全然違和感がない雰囲気に溶け込むような感じなんですけど、このコーヒーすごいおすすめです。皆さんよかったら飲んでみてください。